アンディ・ルソーのサイン、ネムル・ジプシー・女1897年、ニューヨーク近代美術館像、戦争1894年、オルセイ美術館像、アンディ・ジュリアン・フェリックス・ルソーは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、フランスの素朴派の画家。二十数年間、パリ市の税関の職員を務め、仕事の余暇に絵を描いていた、日曜画家であったことから、 ドゥアニエルソーの通称で知られる。ただし、ルソーの代表作の大部分はルソーが税関を退職した後の50歳代に描かれている。自画像1903年、ピカソ美術館像ルソーは1844年、マイエンヌ県ラバルに生まれた。高校中退後、一時法律事務所に勤務する。1863年から1868年まで5年間の、 軍役を経て1871年、パリの入試税官の職員となる。現存するルスオーの最初期の作品は1879年頃のものである。1886年からアンデパンダン店に出品を始め、同店には中世出品を続けている。1888年、最初の妻クレマンスが亡くなった。生まれた子供も幼くして亡くなり、2番目の妻、 ジョゼフィーヌにも1903年に先立たれるなど、家庭生活の面では恵まれていなかった。私自身、肖像イコール風景1890年、プラハ国立美術館像オルソーは税関に22年ほど勤務した後、絵に専念するため1893年には退職して、早々と年金生活に入っている。税関退職前の作品としては、 カーニバルの夜などがあるが、戦争、眠るジプシー女、ヘビ使いの女などの主要な作品は退職後に描かれている。ルソーの作品は、生前、ロートレック、ゴーギャン、ピカソ、アポリネールなど、少数の理解者によって評価されたのみであった。1908年に、ピカソが古物賞で、ルソーの女性の肖像をわずか5フランで購入したのを機に、 アポリネールらが中心となって、パリの選択戦でアンリ・ルソーの夕べという会を開いた。冗談半分の会だったとも言われるが、マックス・ジャコブ、マリー・ローランさんなど当時モンマルトルを拠点としていた、多くの画家や詩人がルソーを囲んで集まり、彼を称える詩が披露された。日本でも早くからその作風は紹介され、藤田嗣ぐ岡しか之、す山かやまたぞ セオイチロなど多くの画家に影響を与えた。晩年の1909年、ルソーはある手形詐欺事件に連座して交流されている。この件については、ルソーは事情をよく知らずに利用されただけだという説もあるが、真相は不明というほかない。1910年に肺炎のため没し,した。ルソーの絵に登場する人物は、大概、新正面向きか真横向きで、 目花立ちは類型化している。また、風景には遠近感がほとんどなく、樹木や草花は葉の一枚一枚が貴重面に描かれている。このような一見稚説に見える技法を用いながらも、彼の作品は完成度と芸術性の高いもので、いわゆる日曜画家の域を遥かに超えており、19世紀末から20世紀初めという時期に、 キュビスムやシルレアリスムを先取りしたとも言える独創的な絵画世界を創造した。彼の作品には熱帯のジャングルを舞台にしたものが多数ある。画家自身はこうした南国風景をナポレオン三世と共にメキシコ従軍した時の思い出を元に描いたと称していたが実際には彼は南国へ行ったことはなくパリの植物園でスケッチした様々な植物を組み合わせて 幻想的な風景を作り上げたのであった。また、写真や雑誌の差し絵をもとにして構図を考えた作品のあることも判明している。ありがとうございます。